はい、皆さん、巻いて巻いて。はい、今ね、お兄さんがのんびりね、ワインディングしてるね。これ、横で巻いてんのね。横で巻いて、今、短いとこは横のままくっついてるけどね。長いところになるとね、あの、横で巻いてゴムさ、平行巻きにかけるとさ、あの、立てる、立てになっちゃうでしょ、最後、立て巻きに。いや、それでいいと思ってんだ。あの、そうすると、カールの出始めが、45度くらいに滑ると、 いきなりかかんないっていうのゆるくかかって毛先の方が強くなるっつうのな、それちょっと狙ってね、普通に平巻きでゴム平行掛けさせてんだよね。あまりどうこうね、難しいこと言ってもね、かえって混乱して時間かかったりするからね。まあ普通に任してね。だから下の方なんかもう縦になっちゃってるよね、あの、滑ってね。それでいいんだよ。 内巻きパーマだとね、ロットを横に巻いてね、で、1液つけても2液つけてもね、ロットがね、縦にね、滑んねえようにしとかないとね、非常に見てくれ悪い感じになるからね、でも実際ね、内巻きパーマもね、ロットが滑ってね、こうやって縦巻きになっちゃうってうの、横で巻いたやつが。だからそれが内巻きになんねえかったらそんなことないんだよね。 密室に対してねちょっと強めの薬でねしかも塩石かなんかぶっこんでね太めで巻いてねガツってかけるとね毛先に取ってつけたみたいなカールがさ出てしまう,っつうの、まあ、自然にパーマがかかってればねまあそういうことはないよねあの放置タイム適切にしとけばまあちょっと強くても乾けば、まあ、しなやかに内巻きになると立てんなってようが横になってようが、ねまあ、そんな感じはするね今までずっとパーマかけてきてね。 はいコメント返しね、しばちゃん先生ね、最近はシャンプーしてきたからとか、むち打ち、イツ痛めてるとかで、シャンプーなしのお客様が増えてます。しばちゃん先生がね、やってる地域のね、あのシャンプーカットの料金の相場がいくらかね、ちょっとわかんないから、なんとも言えないけどね、あのシャンプーカットで2500円、で、シャンプーしない人は500円引きっていうことは、かなりリーズナブルなお店じゃないかなと思うんだけどね、スタイリング剤もつけないのでって、うちもスタイリング剤は基本的につけないね。 のラススターープレーってあるんだよねそれシリコンオイルなんだよねそれ一番使うんだけどあバリカンに一番かけてるにお客様にはほとんどかけないねバリカンばっかりかけてるあ滑りが良くなって動きが良くなるからねほんで油つけのいちいちめんどくさいからやっぱり置いといてシリコンスプレーあれかけちゃうね消毒剤代わりにかけてるみたいな風に演出しながらね今はね、まあ、あとブローもさっとする程度ねうちももうブローはもうほんと力入れないあ簡単にやってるキリがないからブローなんか丁寧にやってたら ただ、ここで問題なのがさ、若い子のフェイスラインのさ、シャギーの、まあ、仕上がり感あれはね、もうブローでやっても綺麗にいかなかったりして、で、話がまとまんねえからもうコテでやっちまう場合があるよね。もうめんどくせえから。まあ、でもそういう方ってのは毎月切る方じゃないんだよね。2ヶ月おきって言うわけでもないね。半年ぶり、1年ぶりに来る方だからね。もうそういう方は最初から割り増し料金になってるからね。まあ、アイロン多少使っても。 折り込み済みとアイロンかけてね、ちょっと内巻きっぽくやって、まあ仕事がスムーズに進んだ方がこちらもね、精神的に楽だしね、結果的に終わる時間も早くなるからね。ドライカットの欠点って言えば欠点でね、バサバサバサっとした感じでレイヤー入れてもシャギー入れてもね、ちょっと感じが出ないっていうのやっぱそういう時はちょっと水つけて表面張力でね、毛束感出した方が話がまとまるの早かったりね。まずその時の状況に応じてだね。はい、お疲れ様でした。